こんにちは、プロドリフチャンネルです。バラだって秋に咲かせるんだから、クレマチスも秋にも咲かせましょうよ。それは四季咲きの話ですから、これは四季咲きのクレマチスですから、もうほら花が終わった後こういう風に花柄残しといちゃダメなんですよ。実はこうやってつけとくと種ができてしまって株が弱ってしまいます。これはこれで綺麗なんですけどね、これをつけておくと秋に花を見ることができません。まあ四季咲きのものであれば品種にもよるんですが、高さに対して半分ぐらいということですから、この辺りかな、この辺りでバチバチと切ってしまいましょう。あまりね、難しく考えずにね、切ってしまえばいいと思います。このようにね、切ってしまいましょう。ちょっとかわいそうかもしれませんけど、次の花を咲かせるためということですから、この辺りで切ってしまいます。そしてあとでね、この辺はよくきれいに整理してもらえればいいんですが、こうやってやって花柄ついてるとダメですから、この辺もしっかりと切ってしまいましょうね。このような感じにさっぱりということです。そうしておけばまたここから新芽が伸びてきて花を咲かせてくれます。四季咲き性のクレマチス秋にも咲くんだから、しっかりと今剪定をしておきましょう。ただし一季咲きのものを同様に切ってしまうと、今伸びているところに花がつくんですから、花来年咲かなくなっちゃうから、一季咲き性のモンタナとか冬咲きの四季咲き白穂さとかアンセンシスとかというようなクレマチスたちはそのままですよ。同じように切ってしまうと来年の春花咲かなくなってしまいますからね、気をつけてください。そしてちゃんと株元には肥料をやっておくというのが基本的な管理になります。